人違いじゃないですか。リサじゃないです。お願い、別人だと思ってどっか行って。ブラックワールド。私の名前はリサ、ピチピチの女子大生。自分ではまあまあ可愛いと思っているし、自然と彼氏はできるだろうと思っていたけど、結局クリスマスまでに彼氏は作れそうにない。すごい、ここライトアップされてて綺麗。ああ、もうすぐクリスマスだね。彼氏欲しくなるよね。本当だよね。でも私たちは彼氏なんていなくても、いつも仲良し3人組で一緒にご飯を食べたり、放課後みんなでカラオケに行ったり、友達と楽しい学生生活を過ごせている。あー楽しいな。彼氏いなくてもまあいいか。みんなはクリスマスどうすんの？どうせ何もないでしょ。25日はクリパしよ。あ、25日はちょっと。もしかして彼氏と戦略？うん、まあ。ちょっとレイナ、いつの間に彼氏作ってたのよ。なんで教えてくれなかったの？まあまあリサ落ち着いて。ごめんね、彼氏できたって言ったらみんな気を使わせちゃうんじゃないかと思って。そんなことないよ。そうだよね、当日は彼氏と約束しちゃってるから、クリスマスイブにパーティーするっていうのはどう？うん、そうしよう。アリサもそれでいい？うん、まあ。じゃあそれで。なんだろう、この裏切られたようなモヤモヤ、納得いかない気持ち。私はその気持ちを胸に秘めたままクリパの日程を受け入れたのだが、なんでこんなに物足りない感じがするんだろう。ああ、やっぱあの人たちが羨ましいんだ。イルミネーションを見てるカップルも、彼氏と一緒にクリスマスを過ごせるレイナも羨ましい。今急いで彼氏を探せば、クリスマスまでには彼氏ができるはず。そして私は家に帰るとみんなに内緒でマッチングアプリを始めることにした。もしよかったら俺と付き合わない？もちろん、すごく嬉しい。アプリを始めたら1週間近くで彼氏ができた。彼はリョータという名前で、顔が整ってるイケメンくん。彼氏できちゃった、幸せ。これからいっぱいリョータとデートしたいから、みんなには悪いけどデートが最優先ね。それから私は友達に遊びに誘われても、リサ今日カラオケ行かない？ごめん、今日バイトなんだ。来月3人で USJ 行かない？ごめん、今金欠で。新しくクレープ屋ができたんだけど。ごめん、お母さんが最近倒れちゃってそんな気分じゃなくて、と全て断っていた。お待たせ。全然待ってないよ。りょうた優しい、大好き。俺もだよ。でもそんな理由は全部嘘だって、りょうたとの時間の方が大切なんだもん。みんなには彼氏ができたってこと隠しとこ。レイナだってずっと内緒にしてたんだし。そう思い、本当のことを友達に隠したまま毎日彼氏と会っていた。リサ、最近全然一緒に遊んでくれないね。仕方ないよ、バイトしたりお母さんが倒れたり大変なんだから。大丈夫かな、遊びに誘ったりして迷惑じゃないかな。でも誘わないのはかわいそうだし、断られるって分かってても友達なんだから誘ってあげなくちゃ。そっか、そうだよね、友達だもんね。友達はみんなそう思ってくれていたにもかかわらず、私はそれに気づかず。リサ、クリスマスイブも当日も一緒に過ごせるよね？え、イブも？その日はレイナたちと約束があるんだけど。何？もしかして予定あるの？まさか浮気してるんじゃないだろうな？そんなわけないじゃん、もちろん空いてるよ。彼氏に嫌われたくなくて、私はイブにダブルブッキングをしてしまった。ごめん、ちょっと体調崩しちゃって今日行けないかも。え、大丈夫なの？体調が悪いのなんてもちろん嘘。彼氏とデートするためにはこうするしかない。本当にごめんね、熱もあるみたいだからみんなで楽しんできて。そっか、しょうがないね、お大事に。よし、これでデートに行ける。お待たせ。全然大丈夫だよ、じゃあ早速行こうか。みんなは家でパーティーやるって言ってたから、ばったり会うこともないはず。リサ、どうした？楽しくない？いやいや、そんなことないよ。
でも友達に嘘ついていたことがバレないか心配でデートにも集中できない。そんな時、リサ？リサだよね？え？風邪ひいて寝込んでるんじゃなかったの？隣にいる人は誰？嘘！なんでこんなところにいるのよ！人違いじゃないですか。リサじゃないです。お願い、別人だと思ってどっか行って。何言ってるんだ、リサだろ。この人たちは友達？もう余計なこと言わないでよ。もしかして私たちに嘘ついてたの？嘘っていうか、なんていうか、連絡があるなら無理って言ってくれたらいいじゃん。いや、あの時は本当に予定が入ってなくて。じゃあなんで嘘ついてまでドタキャンしたのよ。いくら彼氏が好きだからってそれはおかしいんじゃない？うるさいうるさい、なんで私だけ悪く言われないといけないの。レイナだって彼氏いるの黙ってたし、そっちの予定優先してるじゃん。それは彼氏との予定が先に入ってたから。彼氏優先してるのは変わらないじゃん。なんで私がやったら怒られるの。リサ、さっきから言ってること全部おかしいよ。もしかして今までの誘い断ってたのも全部嘘？当たり前じゃん、なんか悪い。ああ、なんかあんなに心配してたのがバカみたいに思えてきた。バカみたいって何よ。そっか、じゃあもう二人で楽しくやってなよ。な、何よその言い方。友達はみんな私を見下したような顔をしてどこかへ行ってしまった。それから学校に行っても、この前のクリパめっちゃ楽しかったっていうか、レイナ、彼氏とはどうだったのよ。なんで、なんで誰も私に話しかけてくれないの。あのさ、この前のクリスマスパーティーだけど。ねえ、無視しないでよ。なんで、一回約束断ったくらいでなんでこんな目に遭わないといけないのよ。何、彼氏の方が大事だったんでしょ。もういいよ、誘ってたのも迷惑だったんでしょ。そんなことは。もしかして私、取り返しのつかないことをしちゃったのかな。もうこの寂しさを埋めてくれるのはリョータしかいない、そう思っていたのに。もしもし、あのさ、今日また会える？あー、ごめん、今日はちょっと無理だわ、これからバイトだから。え、でもバイトやってるなんて言ってなかったじゃん。最近始めたんだよ、もう行かなきゃ、だから切るわ。あ、ちょっと。きっと私とのデート代を稼ぐためにバイトを始めてくれたんだ。そう自分に思い込ませながら一人で帰っていると。え、ここで何してるの。はあ、誰、しらばっくれないで。その女誰、もしかして浮気してたの。バイト行くって言ってたのに嘘ついたの。怖い怖い、あちこ。そんな、思えばクリスマスイブの日、レイナたちと揉めてからリョータが私を見る目も変わっていた気がする。あの時から私に見切りをつけて他の女と遊んでたんだ。くしくもバイトがあるという嘘も私と全く一緒。ということは十中八九、あの女は新しい彼女だ。どうしよう、友達も彼氏もみんないなくなっちゃった。ここまで見たお主らは見込みがある。チャンネル登録をしていくがよい。